どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。前回の、勝利で、なんというか、まあ、一応1位に返り咲くことができました。ゲームは 0.5 ゲーム差。広島は現在4連敗。今この流れに乗って勝っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。昼、横浜スタジアムでの試合です。新横浜大魔神で、未だにタイトル忘れちゃうんだよな。横浜新大魔神伝説だよね。僕ね、ごっちゃになっちゃうんですよね、タイトル。ごめんなさいね。まあ、なんせ分かりづらいタイトルなもんで。でも僕的には気に入ってるんですよ、結構。あ、来た。え、負け、ビハインドの場面での登板か。なるほど、ガンガン俺を使っていくわけだね。行きましょう。ちょっとまあ前回、いやー、ちょっと待って。田中、今日めっちゃ調子いいじゃん。うわ、もう打賞確定は怖いよ、それ。いや、とりあえず外角ギリギリのところに。うい、危ない。おバカー、おバカ。ここで失投はダメでしょ、ど真ん中に。そしてだからこのなんか1番から怖いんだよ、田中くまるからのエルドレッドって順番が。うい、ビハインドでの登板いろいろ試してるね、コシーシオ。さあ、オッケー。俺だ、じゃない、誰だ、セカン、右じゃね、これ。無理か。まあしょうがない。マルさん、田中くまる、やっぱ、あー、やばい、よっしゃ、これさせるんじゃない、無理か。うわー、あっという間に、もう、盗塁されたよ。3投はねえだろ、さすがに。まあ、でも逆にここでストライク稼げたってのはね。よっしゃ、三振。で、4番。あ、違う。荒井さんだったか、4番。5番エルドレッドかな、そうなると。ちょっと怖いな。ふい、足元。歩かしても最悪いいかな。いや、でも次が怖いから、勝負に出ます、ここは。打率いいんだよな、3割4分4厘って。よし、追い込んだ。いや、やっぱフォーク。やっぱり、殿下の方とフォーク三振。フォーク強し、いいね。あー、そのまま行ったか。残念。決勝ホームラン。ホームランで決めちゃったんだ。勝ち越しかな、おそらくだから。勝ち越しソロみたいな。ですね。3回の2号。惜しい。1点差。これでまた逆転か。首位と2位。はい。それと11試合連続無失点。まあ、調子はいいのよ。ただちょっと疲れが溜まってきたな。球速経験値はすごい上がってる。登板なかった。頑張りました。僕はでも登板ありましたよと。ちょっとなんか嫌味っぽかったな、今の表現。はい、ゴメスさん。飯おごってください。俺なんだかちょっと今回投げたんで。はい、じゃあそして30日。俺ゴメスさんの調子下げてねえよな。毎回おごらしてるから。一人養ってんだぜ、だって飯。考えてみれば。食べ盛りの18歳の男一人か、なんかたかられる感じで、いや、もう、養ってんだから、ゴメスさん、大変だな、そうなったら。さあ、そして、いいね。1点、これは、だから、同点の場面の中継ぎ登板。なるほど、ルーキーに任せちゃう感じいいよね、試合を。期待してくれてんだろうな。まあ、それなりの成績残してますから。ただこれなんか俺抑えとしての登板がなかなかなさそうなんだけど、これから大丈夫かな。三上さんになんか取られちゃってる感がすごいんだけど。マロさん調子いいな今日。怖いけど。外角内角は危険すぎる。絶妙、いいとこいった。じゃあここたまにスライダー。俺ね、なんかこの腰石スライダーが弱点な、オッケー気がしたんですよねっていう。さあ、そして新井さん、昨日は三振いただきました、今回もいただきますなんて言えたらいいな。そんななんかこう度胸座ってるか、取ってほしかった今の。外角、オッケー。じゃあちょっと高め投げてみようかな。高めストレート、まあさすがに振ってこないわな、そんな甘い球には。ほい、甘い球ってか。うぅ、よいしょ。おっと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 、ピッチャーゴロでスリーアウトチェンジ。危なかった。取っちゃった時の焦りがもう、あー、まあどうだ、うぅい、危ね、よく追いついたよ本当に。危ね、負けつかなかっただけ。でもこれでだから首位と2位は 0.5 ゲーム差。ロペスが11回の、ああ、やったのか。ロペスにやられたんだと。はい。完璧な投球。ありがとうございます。12試合連続でやってますよ。多分三上さんも投げたでしょ、これなら。おい、やっぱ中継ぎ登板。うん。じゃあちょっと休養でちょっと一気に疲れ取っちゃおう、ここは。はい。いや、1回でちょっと休むだけですぐ取れちゃうんだよね、休みが。で、体力消費というか、ダメージが。ちょっとデートを誘うかな。はい。一日中、大丈夫、試合が、あ、そっかそっか。横浜じゃねえんだ。残念。お、他球団からマークされてる。マジか。やばい。難易度上がったってことが、つまり。
なるほどなるほど。まあこれぐらいの成績残したらそれマークはするわな。ルーキーにこれぐらいやられちゃ16勝9敗2引き分けで勝ち越し、はい、セリーグ MVP。 DeNA いいですね。総取りどうしようかな。練習でもちょっとせっかくな、ちょっと対交友関係をね、東京ながらちょっと電話で、じゃあはい、ごめんさん飯行きましょう。はい、すみませんね、毎度毎度。本当に、だから年長者にたかる嫌な後輩だな。3連敗中、いいね。巨人のこの連敗にね、拍車をかけたい。この勢いで。3番陽台館、絶不調だけど大丈夫かな？まあでもこっちも負けてらんないですから、だとすればね。そこにつけ込むしかないんだよ、俺たちは。やっぱりその、ルーキーなんて、多球マークされてる以上はこう、やっぱり警戒しないと。いきなりにし、いやー、ちょっとこれ登板ないな。なさそうですね。ないな、残念。追いつくと思ったんだけど。なかなか、やっぱりちょっと点差っていうのは縮まらない。惜しかったな、登板がなかった。で、三上さん投げた？投げてなさそうだね。投げてないですね。はい、5月、3日5月に入りまして。こういう関係、電話。はい、また飯を、おごってくださいよ、先輩。すいませんね。はい。飯を食うと。さあ、そして試合になりきりプレイでいきましょうか。ゴー！巨人戦1試合は登板したいな、せっかくだから。頑張って。目指せ。いや、2桁セーブいくかな？なんか最近なんか全然、なんかそのセーブポイントがつくタイミングで登板してないんですけど。1点ビハインド。これ登板あるぞ、下手すりゃ。あ、来た！また、中継ぎか。なるほど。やっぱ徹底的にこう、なんか、三上さんと対決させる気なんだな。フロントとしては。で、9番三上っていう感じなんでしょうね。わかりました。じゃ、こっちは何としても、いやべえ !1 点でも取られない。あー、フェアなの。残念。まあまあ、シングルヒットで済んだのはよかった。阿部ちゃん怖い。よし振ってくれた。でかい。3割4分7厘。いやー、6本持ってるし活躍してんな。オッケー。正直、これは怖かった。うん。男村多守一。うい。偵察持ちだったら、なんかちゃんとしっかりそれにあやかりたいけど。だから低め狙いでしょうね。低め、ギリギリのところに。よっしゃー！ 142 キロ最速ストレート。中井大輔。さあ、ここでだから代打だから相手も勝負に来てるんですよね。うい。こっちもちょっと負けてらんないね、だとしたら。おーおー、すいません。コントロールはね、割、あーでも、スタミナがね、F だからちょっとあんまよろしくないんですよね。ほい。やばい。あ、これ、よし、ナイスキャッチ、ファースト。うわ、ゴメスさん。すいません、助けてもらっちゃって。いや、もうほんと、飯をおごってもらってるから、いつも。ありがとうございます。かっこいい！うん。いや、このかっこよさですよ。さあ、そして、あとはどうよ。え？え？勝ち越し、勝ち星もらったんじゃない？これ、2勝目。パーフェクトリリーフ、みかも。あ、大丈夫か、これ。勝ち星もらった。持ちたい、欲しいけど。いただきました、2勝目。そしてちょっと三上投手、まさかのちょっとなんか5セーブ目来たか。うん。13試合連続無失点、いいよ。まあちょっと最初坂本にちょっとヒット打たれた時は焦りましたけど。イエー！抑えとしていいよ、俺2勝目稼いだから。大活躍、ありがとうございます！伊能さんに誘われます。ぜひ行きましょう。ちょっと伊能さんに浮気します。おごってもらった、すいません。ゴメスさんから伊能さんに浮気。はい。何？千葉ロッテがデイビス。ほう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 。まあ、覚えておこう。じゃあ行きましょう。巨人戦、なりきりプレイ。意外となんか勝ち頭になりそうな気がするんだけど。それはないか。このペースで2勝目だったらワンチャンあるかなーと思ったんだけど、まあさすがに先発投手には及ばねえな。だとすれば。そんな、勝ち星泥棒なんて俺ちょっと嫌だもん。言ってしまえば。さあ、1対1。ちょっとビハインドの登板なしですね。惜しかったね。逆転ならずってなんか結構いいとこまで行ったんだ。残念。うわ、雷12セーブ開けてやがる。うわ、セーブ王とかちょっと取り、なんかいけるかなと思ったけど、倍取ってるやつが嫌がった、普通に。12セーブはちょっと俺想定外だったな。はい。ごめんさん、飯行きましょう。はい。毎度毎度飯すいませんね。なんか自分の金で飯食わない。決して。さあ、またこれ東京かな、きっと。あ、神奈川、横浜ですね。どうしようかな。球速上げてもいいんだけど、まあ、これはなんか、能力っていうか、普通に、試合で上がりそうだから、いいでしょ。はい。食事に誘う。
まあ、本当にたかる。ずっと。じゃあ行きましょう。雨だから何が起こるか分かんないですからね。ヤクルトも3連敗中か。なんか勝つところは勝って負けるところは負けてる印象だな。なんかそんな感じですけど、大丈夫だろうか。連敗が結構なんかよく見えるから。さあ行きましょう。7回戦。ヤクルトとの試合。1点ビハインドと、あるぞ、登板。来た。また8回か。勝利はないな。となるとホールド狙いでしょ。頑張ります。ほい。やべえ、マジか。いきなり、いやでもこれは、よし。守備範囲。オッケー。でも危なかったな、ちょっと。フォークが打たれるようになってきたのはちょっと警戒しなきゃいけないね。なんかスライダーが曲がるね。絶好調なんで、やっぱり。その代わりフォークが曲がんない。それやっぱり、日に日の、なんか日の日のなんか調子みたいなもんがあるんでしょうかね、きっと。ほい。オッケー。低めスライダー、三振。怖いな、バレンティン。超、一番バレンティンって何事？多分なんか、多分8回だから途中で代打でバレンティン出てきてそのまま守ったって感じだと信じたいけど、でなきゃだってそんな采配しないでしょうよ。 OK、 パーフェクトリリーフ抑えたぜ。さあこのまま投げたいけど、あ、来た。好セーブもらっちゃおうか、この勢いで。いや、久しぶりのセーブポイント狙いですよ。意外とでも三振もね、結構もらってるんですよ。今23三振で。えキャッ、これキャッチャーかな、キャッチャー、さあ、そして、雄平さん。3番、雄平。1、なんかすごい打線だな。1番、バレンティン。2番、畠山。3番、雄平って。なんか、で、4番は誰なんだろう、そしたら。はい、サードゴロ。アウト、いただきました。山田哲人、やっぱそうか。とんでもねえ打線気づいてやがるよ。マジか。ちょっと。ヤクルト打線どうした？いろいろと。おい。オッケー。3人で切ってやったぜ。ゲームセット。いただきました。綺麗に3人で片付け、6人で片付けましたよ。2回完全に抑え、勝利投手。そして私も2回完全に抑えて、なんとか7セーブ目を上げることができました。2勝7セーブ。いいね。この2勝が輝いて見える。なおさら何か。はい。多分なんか今回買いまたぎさせたかったんでしょうね。フロントとしては。だからそういう2回投げれんのかこいつみたいな、そういうちょっと経験もさせたいっていう。今日は俺のおごりだ。久保さん、ぜひ行きましょう。はい、おごってもらった。やったぜ。いやー、何？子供の頃を思い出す。へー、鯉のぼり。あー、いいね。埼玉県のね、加須市って皆さんご存知ですか？日本一の鯉のぼりの町だと思、いうことなんですけども、まあ、日本一、まあ、事実上世界一なんですけど、やっぱりそうなると。ジャンボ鯉のぼりって知ってる？よくね、小さい頃じいちゃんに連れてってもらったんだよね。200メートルだったかな？ 120 だったか200だったか忘れたけど。クレーン車で持ち上げるぐらいのデカさの鯉のぼりをあげるんですよ。お祭りで。お祭りってか、屋台とかも出てね。それがね、すごいんですよ。皆さんぜひご検索ください。ジャンボ鯉のぼり。だったかな？名前確か。あったんですよ。あるんですよ。今はやってんのかわかんないですけどね。ぜひともね、皆さんにその埼玉県を知っていただきたい。僕はね、さりげなくこの動画投稿をね、動画投稿と兼ねて、こう埼玉県をね、指令は、広めるという活動をね、こっそりしてますから。なんだかんだ言って。埼玉生まれ、埼玉育ちなんでね。うん、でも、西武ファンではないという。なんていうか、立地条件的に、立地条件っていうか、位置的にもなんとなく、神宮球場の方が近いっていうのもあったんで、電車的にね。やっぱり。あるいはまあシンプルに、なんとなく古田さんに、なんとなくっていうか、本当になんか古田さんに憧れて野球始めたんで、やっぱヤクルトなんだなっていう。8回登板行きましょう。2勝7セーブ、上げて、この勢いで行っちゃいましょう。もう1番川端。また打順は正常になったね。さあ、ちょ、怖いよ。やばい、ちょっとこれ大丈夫か？あ、オッケー。浅くて済んだよ。ワンアウト。よし。あー、ぶね。怖いわ。足の速い選手が連続で、おい、ライナー。一球で片付けられたっていうのはでかいよ。一番バッター。足の速い選手を。ヤクルトってなんかすごい機動力野球にしたらすごいこと、あー、やばい。これツーベースコース？いったな。やばいやばいやばい。スリーベースになる時のことを考えてちょっと、カバーに入って。あー、やっちまったな。山田さんにちょっとすり寄ったっていう。あ、危ない危ない。ここで言う山田テスト怖いんだけど。うーい。いいね。キリキリ前にしてやるぜ。
歩かしても最悪いいぐらいの勝負でいこう。危ない、ゆっちょキャッチャー、ナイスキャッチ、素晴らしい今のプレー。勝ってどうだ、ん負けたか、え俺敗戦投手じゃねえよな多分俺、えどうなんだろう、ホールドは、あー三上さん負けたか、あー残念。俺なんかちょっとこの後2点取ってくれたから俺勝ち星ついたんじゃねえかなと思ったんだけど、そういうわけでもなかったみたいだな。あー三上さん、ちょっとこれで今までお互いいい勝負しちゃうんだけど、ちょっとここでちょっとこっちがリードですね。うわー2回、うわーあれ3分の24失点は痛かったな。うん、次は勝ちにつなげてくれよ、ありがとうございます、頑張ります。毎度毎度俺頑張って勝ちにはつなげてるつもりなんだけどね。というわけで、じゃあ次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。